カール2世、アウグスト・クリスティアンは、プファルツ・ツバイブリュッケン公、またプファルツ・ビシュバイラー・ビルケンフェルト公。デュッセルドルフで生まれる。父は、プファルツ系ビッテルスバッハ家、冒険プファルツ・ツバイブリュッケンビルケンフェルト家の公子、フリードリ・ヒミヒャイル。母は、プファルツ選定公カール4世、フィリップ・テオドールの義妹マリア・フランチスカである。両親の間の第一子で、妹に、 後のザクセン王妃アマーリエが、弟に、後のバイエルン王マクシメリアン一世がいる。カール・アウグストは神聖ローマ皇帝フランツ一世と、皇后マリア・テレジアの王女マリア・アマーリアとの非例で、知られる。父が七年戦争の時に、オーストリア軍の指揮官の一人であったこともあり、彼は、オーストリアの宮廷ではよく知られており、マリア・アマーリアとは、相思相愛の中であった。二人は、 結婚を望んだが、当時のカール・アウグストが、ミコの夫には身分不相応であると考えた、マリア・テレジアは、結婚を承知しなかった。また、マリア・テレジアは、ブルボン家との同盟関係の強化のため、息子や娘を、各国のブルボン家一族と縁組させていて、マリア・アマーリアも、本人の意思に反して、1769年に、パルマコ・フェルディナンドと結婚させられた。 望まぬ結婚を強いられたマリア・マーリアは、母の注意を聞かず、突起先で、時期的な生活を送った挙句、感動されることになった。カール・アウグストもまた、オーストリア宮廷に対する憤りを抱き続けた。父方のおじである、プファルツツバイブリュク健康、クリスティアン4世には、息子がいたが、帰遷結婚によって生まれた子供であったため家徳の、相続が認められていなかった。父、 フリードリ・ヒミハイルは1767年に死去していたため、クリスティアンが1775年に死去すると、カール・アウグストが行為を継承した。また、ギリの王子である、先帝公、カール・ディオドールに実施がなく、この時からカール・アウグストが、先帝公くらいの推定相続人となった。1777年に、マクシミリアン三世、ヨーゼフの死によって、 ビッテルスバフ派家の遠い同族であるバイエルン選定校家が断絶した際、プファルツ選定校であったカールテオドールがバイエルンも継承することになった。しかし、皇帝ヨーゼフ2世はバイエルン獲得を目論んで介入し、バイエルン継承戦争へと発展した。この時、カールテオドールはヨーゼフ2世に対して妥協的でバイエルン領の割動に応じようとしていたにもかかわらず、 カール・アウグストは、ギリノーズと皇帝の取引に終始反対し続けた。カール・アウグストは1774年に、ドレスデンにて、妹アマーリエの夫であったザクセン選帝公、フリードリヒ・アウグスト3世の妹で、かつての恋人と同盟のマリア・アマーリア公女と、結婚した。二人の間には養成した一男、カール・アウグスト・フリードリヒが生まれたのみであった。 フランス革命戦争さなかの1795年にカール・アウグストがマンハイムで没した後は弟マクシミリアン・ヨーゼフがツバイブリュッケン皇位を4年後の1799年にはバイエルン選定皇位を継いだしかしその時ツバイブリュッケンを含めてプファルツ一帯はすでにフランスの占領下にあった王国成立前後に バイエルンの国政改革に尽力したモンジュラ伯は、カール・アウグストに、古文官として仕えた後、行為を継いだマクシミリアン・ヨーゼフに見出されて、抜擢された。ありがとうございます。